どうも、ウリュウです。今回は第2節でアウェイゲームに行ってきました。その様子を動画で紹介していきたいと思います。こちらが泊まったホテルです。モエミシンというこの地域は首都のダッカからバスで 5,6 時間ぐらいのところに位置しております。この日は軽い練習で終了です。はい、夕食は外国人選手にはローストチキンとフライドライス。で、ローカル選手にはビーフカレーとダルスープになります。遠征の相部屋はだいたい外国人選手は外国人選手と、ローカル選手はローカル選手とってなるんですけど、僕の場合は一人だけ日本人ってことで、だいたいローカル選手が相部屋でいつもなってます。大体のバングラディッシュ人は見せたがり、見たがり、喋りたがりです。こっちが喋り出してもかぶせて阻止するっていうのがバングラディッシュ人の特徴です。泊まったホテルの朝食が、現地選手の大クレームだったため、近くの飲食店に行きました。はい、これが出来上がりのパルタになります。バングラディッシュの朝食はだいたいいつもこんな感じです。はい、これはバングラでも有名なゲームでして、1から30までをみんなで数えていくというものになります。一人一人数字を言っていって、その次の人がまた次の数を言うというものになります。ルールなんですけど、3と7と11と17の時だけ手を挙げるっていうのがあります。それ以外の数は手を挙げなくて大丈夫です。そして間違った人から円から抜けていって、最終的には1人になるまでやります。こちらが今節のスタジアムです。芝生は所々剥げていたり、地面も硬かったため、かなりボールは弾みました。スタンドは相変わらず石段でできてます。試合までの時間割とフォーメーションで、僕はいつも PK のキッカーを任されております。はい、今僕がやってる動きはゆる体操というものです。体を緩めるだけでパフォーマンスが上がるというのを知ってから、隙間時間を見つけて日々このトレーニングに励んでます。前節はプレーの解説をしなかったんですけど、今回はしてみようと思います。今回プレーしたのは 4-4-2 のボランチというポジションで、一番へその部分に当たります。守備の時にはディフェンスラインを助けたり、攻撃の起点になるようなパスを僕のところから送り出すのがこのポジションの役割です。あまり手数をかけないように、少ないタッチで味方に渡すというのを僕はプレーの時に心がけております。こういうふうに誰かが競り合った時のセカンドボールを拾って味方にパスを出すというのが僕の役割です。常にパスコースを作ってあげるのを意識しております。
ゴールキックの時に下がってボールを受けに行って、そこから展開していくのも僕の役割の一つです。味方がボールを奪ったらすぐさまパスコースを作ってあげて、この時はワンタッチで簡単にはたいて相手を寄らせてから逆サイドに展開しました。ここからは結構いい攻撃で、斜めに走った時に空いたスペースを使い、最後はペナルティーエリア付近でフリーキックをもらったチャンスになりました。守備の時に気を利かせて守るというのも僕の役割で、今真ん中のところにいるんですけど、相手の右ウィンガーがフリーだったので戻りました。誰かが守備時にチャレンジした際に、セカンドのディフェンダーとなるように僕はいつも用意しております。これもセカンドボールを拾って前線にクリアしました。このように誰かがプレスをかけたら、次の展開を予測して自分のところでボールを取れるように守備の動きをします。この時に重要なのはボールホルダーとの駆け引きで、彼は僕が中盤の選手をマークしていると見て、左のフリーの選手にパスを出したんですけども、彼がヘッズダウンした瞬間に僕はそのコースまで走ってスライディングでボールカットしました。このポジションは空中での競り合いも多いです。僕が意識しているのは、相手がどこにボールを蹴り込んでくるか、どこにボールが落ちてくるかを考えてポジションを取ることです。そしてヘディングのポイントなんですけど、相手より早く飛ぶっていうのが重要です。早く飛ぶことによって相手をブロックできるので、先にボールを触ることができます。はい、こちらはカウンターアタックからのチャンスです。手数をかけないで相手サイドバックの裏を取り、クロスからのシュートでした。相手の右サイドバックは、うちのフォワード1人に対して中2人のセンターバックがついているため、ここに入る必要がなくて、理論的に言ったらペナルティエリアの外のスペースを埋めるか、走ってくる選手をマークするべきでした。はい、このシーン相手のセンターバックは足が揃ってるためターンが遅れてます。裏にボールが来る瞬間は半身になっておくか、一歩下がるのがディフェンスの基本です。はい、試合終了後はバスで5時間かけて首都のダッカまで戻ってきました。試合で使ったユニフォームとかは自分で洗うようにしております。で、クラブの寮は洗濯機がないため、いつも手洗いで洗濯しております。皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。この密着シリーズはシーズンを通して続けていくつもりです。応援のチャンネル登録と高評価、どうぞよろしくお願いいたします。